そういうわけだから向こうに言う前に一応先にそっちに報告しとこうと思って。あら、まあここに至るのに随分時間かかったわね。それにトーマ、順番間違えてない？え？順番って何？あなた、あの子と同棲してるんですって？はあ？いきなり何言い出すわけ？何そのご情報、同棲とか全然違うんだけど。だってシン君が言ってたわよ、もう2週間くらいトーマの家に住んでるって。な、シン、あいつ何勝手にバラしてんの？あのね、そういうのはちゃんと先方のご両親に了解を得てからにしなさい。あ、いや、それはだからこれから。うちも向こうもずっと待ってたのに、こっそり同棲なんてダメですからね。まったく秘密主義なんだから。ずっと待ってたって何を？あんたがあの子をくださいって言いに行くのを母さんたちは楽しみにしてたの。何その話。だってあんたたち昔から大きくなったら結婚するって言ってたじゃないの。それ幼稚園の時の話じゃないの？違うわよ、小学校よ。それ以来ずっとあちらのご両親とうちとで楽しみにしてたんだから。なのにいくつになっても付き合ってる気配もないし、遅いわね、結婚はまだかしらね、なんて言ってたのに。遅いって俺まだ二十歳で。じゃなくて何言ってんの、両家の親で。子供たちの堅実な将来設計の話よ。なのにいつの間にか同棲だなんて、本当にもう困った息子だわ。あのね、だからだいたい彼女が大学受かった時点で一緒に住むのかなと思ったら、あんたたち別々に部屋借りるし、そもそもあの子の一人暮らしはあんたが近くにいるからって理由で先方のご両親 OK したのよ。初耳なんだけど。いや確かにおじさんたちが海外行くときに合鍵とか託されたけど、でもそれ俺個人じゃなくてうちの家ぐるみでどうこうって話だよね。はっきり言われなくても気づきなさい。まったく解消のない子ね。とにかくこの電話終わったらちゃんと向こうのご両親に電話かけて了承を得ること。本当なら直接出向かなきゃいけないけど遠すぎて無理だから。海外に電話の仕方わかるわね？それと世間話じゃなくて将来を見据えた話ですからね。真面目に頭下げて娘さんと結婚を前提にお付き合いさせてくださいって言うのよ。いいわね？返事は？そのつもりだったから異論はないよ。言いたいことは山ほどあるけどさ。ああそう、母さん愚痴は聞かないわよ。はあ、あちらに話を通したらどっちの家に住むかは二人で決めなさい。多少なら援助するから。学生結婚は反対しないけど、できれば就職してからがいいわよ。いろいろ大変だからね。来週あたり二人で顔見せに来なさい。ついでにお持ちあげるわ。それじゃ彼女とシン君によろしくね。お前聞いてた？なんかいつの間にか外堀埋められてたっぽい。つーか真にやられた。なんでそういうことうちの親に言うかな、あいつ。でどっちに住むか二人で決めなさいだってさ。あーもう信じらんない。俺お前が学生のうちは同棲とか絶対ダメって思ってたのに、お前のご両親に申し訳なさすぎるっていろいろすっごい我慢してたのに。なのに何それ、なんで親同士が了解し合ってんの。
本当に意味がわからない。はあ、くっそ、決死の思いで覚悟を決めたのに、なんだよそれ。俺、お前の親父さんに殴られるんじゃないかって思ってたんだけどな。いや、うちの親もごめん。なんだろうね、まったく。ってことになんのかな。ああもう、今回は親連合にしてやられた。とにかくそういうことだから、これからお前のご両親に電話するよ。どっちに住むとか、家具はどうするとか、細かいことはまた後で決めよう。しばらくは双方の家を行き来してもいいしね。そんで今夜は真意を締め上げよう。倍返しされる気もするけどさ。来るよ。悪びれずに来ると思う。二人で出迎えて散々文句言ってやろう。これからはさ、もうまた明日もバイバイもなしだよ。行ってらっしゃい、お帰り、そう言い合って二人で暮らそう。二人で起きて、二人で眠ろう。これから毎日ずっと子供の頃夢見てたみたいに。はいはい、ありがとう。いい？今からお前のご両親に電話するから、そこで聞いてて。お前をくださいって言うから、幸せにしますって誓うからさ。うちの母さんの話のせいで余計な気合が必要になっちまったけどね。番号は、あと1分経ったら電話しよう。してないわけないだろ、俺臆病者なんだから。知ってるだろ。頑張るよ。今日も明日もお前と一緒に過ごしていくために。お久しぶりです、トーマです。今日はお話ししたいことがあって電話しました。こっち。てかお前、大声出しなさんな、恥ずかしいから。大丈夫、俺もバイト終わってからダッシュでギリだったしね。家は平気だった？お、えらいえらい。ゴミ出しはまだだよな。それは俺がやるからいいよ。明日の掃除も俺がするからな。食べたいもの。ボケで返すか普通に返すか悩んでたとこ。まあいいか、普通で。なんかシチュー食べたい。白菜入ってるやつ。ああ、それいいね、期待してる。しっかし、わざわざ外で待ち合わせてデートなのに、こんな生活感ある会話ってどうよ。まあそれも楽しいからいいけどさ。で、最初何乗る？俺基準で怖くないって言うと
向こうの3回転コースターとかになるけど。だって俺には怖くないしな。お前昔から好きだよね、あれ。あとメリーゴーランドとかコーヒーカップとか、緩めの回転系が好きなわけ？いや別に、昔はよく友達に連れられて乗ったけどさ、特に楽しいとも思わないし、そんなのに乗るよりはお前と一緒にメリーゴーランド乗ってた方が全然楽しい。はいはい、ありがとう。ほらって、どうした？何考えてる？それいいね。幸せについてか。大丈夫か？狭くない？見えたって別に何も問題ないよ。誰に見つかっても困らないし、だろ？親しい何人かには言ってるよ。お前は？俺の学年だと彼女と同棲してるやつ普通にいるから話しにくくはないかな。すごくやっかまれるしからかわれるけど、俺的にはそういうのも楽しいから。話したら？そういう理由で言えないわけ？女の子ってそういう話題好きだよね。誰と誰が付き合ってるとか、誰と誰がどこで何してたとか。事実だからいいんじゃない？って、まあ割り切るのは難しいよな。女の子同士はさ。なら、ここでキスとかはやめといた方がいいか。外から見えるかもしれないし。嫌だろ？誰かに見られたら。せっかく二人きりだし、こんだけ密着してるし、今日朝からまだキスしてないし、いいチャンスだと思ったんだけど、残念だな。てっぺんならいいんだ。了解。あと少しおとなしくしてるよ。ん？本当だ、女の子だね。ブンブン手を振ってるな。ちょっとさ、親子連れ見てたら感傷というか感慨というか、
生まれた時から知ってるお前と婚約して、あと少ししたら結婚して、いつか子供が生まれたりするんだろうな。なんだか気が遠くなるな。なんだろうね、この感覚は。幸せなんだけど、幸せすぎてよくわからない。今の自分がぼやけるような、でも目の前が開けるような、変な気持ちだよ。このまま俺たちの時間は未来へとつながっていくんだな。これから何があるか、それはまだ見えないけど、ただ一つ分かってるのは、俺はお前を愛してて、これからもずっと愛していけるってことだけ。ああ、今さ、俺にとって最強の言葉もらった気がする。その言葉さえあれば、お前さえいれば、俺はいくらでも強くなれるよ。俺たちの未来を守っていくためにね。って、こんなとこで何言ってんだろうね、俺。あ、ほら、見てごらん。もうすぐてっぺんだ。さっき約束したよな、目を閉じて。失ってた全ては。